ですかね、大きさ。そうです、なんとか。ここは、ここが、あれ、危ないね。ここは、かゆがってます、この辺で。もう、かゆがないんです。昔、その、ちょっと、あれした時は、かゆがってました。かゆがってました。今は、そんなかゆくない。あ、そうですね。そこは、スプレーかけてもらってるのかな。そうですね、今全体的にかけてます。全体的にかけながらあの T3 をかけておいた方がいいですね、うん、はい、じゃあちょっと光線照射療法をね上からとしたらなんとか映ってないかな。上の光もこの子に当たってる。動くのも普通なんですね。あ、動きですか。あ、動きは、あの回し車も回ししたりしてます。僕が電気つけたら止まっちゃうんですけど電気つけると止まっちゃう。寝てる間はプライトやってるわけね。あ、そうですか。ご飯はやっぱり、まあ、あの薬と濡れてるやつだと露骨にいっぱい食べて太るんですけど、ちょっとカリカリのタイミングも増やしたら体重減りましたね。で、両方で合わせてどれぐらい食べてます？合わせてふやかしとドライトで、ふやかしは食べてて 10g ぐらい。あのドライですね。あ、ふやかしの方。あ、ふやかした状態で10。あ、元のドライを10をふやかすと結構な量、30g ぐらいになりますよね。そうです。でそれは結構、カリカリは 10入れても結構半分ぐらい残ってることが多いぐらい。あ、じゃあ15ぐらい食べてるんだ、合わせると。は食べてると思います。ちょっと抜き気味にしたりもたまにあるんですけど。なるほど、結構食べてるんだね、これね。そうですね、うん、15食べればかなりうんち出ます。うんちはいっぱい出ます。だんだん食欲落ちてくると、やっぱ10切ってくるとやっぱ少なくなってきちゃうからさ、うんちは。はい、じゃあまた薬出してきますからね。どこがいつやって薬出した方がいいよね。まあ、なかなか大きいのはちっちゃくならんと思うんですけど、大きくなってかんように、それで一般状態はそこそこ食べてうんちがね、出てくれることが大事だと思いますんでね。血便、血尿とかは全くないないですね、はい、まあだから、そのお腹の大きいけどお腹の中で、体の外が体幹部にある腫瘍なんでしょうね、うん、お腹の中にこんなのができちゃうと腸を圧迫したりですね、食欲、胃腸機能低下が起きてご飯食べなかったりすることになるとは思うんですけど。はい、わかりました。じゃあまた1週間ね、はい、薬作りますね。ありがとうございます。はい、お大事になってください。